Hi, this is Mutant Play. Sengoku Basara to Maeda Toshie Play 2. Let's go. Toshie. Matsu! Sugu ni meshi!家を飛び出したまま行方が分からなくなってしまった刑事を追って旅に出た利家と松。二人はまず刑事の遊び友達徳川家康に会うため三方ヶ原を訪れたのであった。刑事ったらまた遊びほうけて、前田家の男ともあろう者が何たること。犬千代様、行きますよ。はい。刑事を追ってどこまでも。オッケー、家康。刑事、どこだ。この思い、ここで終わらせる気はねえ。それがし徳川家康、この世に平和を作る。The mission to fight Keiji。しげえじゃねえか、久しいな。なあパケチオ、刑事見なかったか。刑事見てねえな。探してもいいけど、わしの庭を荒らすなよ。それがし元気、進め進め。パケチオ、少しは強くなったのか。おめえ、いい感じしてるな。三河の武士の結束力、これ天下一。うまいもの食ってるか。出ないと勝てんぞ。屈服はせん、わしが時代を作る。10 seconds. Let's go. I forgot. チッ、このまま戦っても拉致があかん。後悔するな。戦国最強を呼んでやる。 It's running。 この風、この匂いこそ合戦よ。家康様、ここは我らに任せ撤退を。すまねえ、時間を稼いでくれ。わしは忠勝を起こす。忠勝、前田夫妻をおもてなししろ。家康様、ここは我らに任せてお引きください。ボディウェイク、忠勝スアップ。あまり暴れすぎては家康殿の怒りを買いますぞ。おう。I need the horse. Yeah, I seen it. 遺言は済ませたか。なぜだ、なぜ起きねえ。戦わず徳川流でもてなしてやれ。 What?I pressed wrong button。 戦わず？返事がね、どうしたんだ。誰か戦わず様を起こしてくれ。戦わず。コネ、まずい、まずいぞ。戦わず、わしの声は届いているのか。なぜ起きね。
Can I try to kill him? Okay, let's try. めっちゃ速い。準備よし。どっからでもかかってこい。エイジーいるか。どうやらここにはいないようにござりまする。戦つオキラをどうしましたんだ。戦つがな、ありえねえ、ありえねえ。おお、あなた様こそ天下一の武人なり。戦つ、戦つ、なぜおきめ。まあ、ランネイ家康、Just fight me! Yeah. There's no chance to fight. 敵者生存ということを教えてやる。どうしたどうした？あれでも減ったか？俺たちも頑張りますよ。おい、寝てる場合じゃねえ、起きろ。あ、わしだって男だ。やるときはやるぞ。イヌチオ様、今こそお力を見せるとき。やむをえん、ここは一度引く。よっしゃ、まず行くぞ。次だ。イヌチオ様、あちらでござります。おう、いざいざいざ。徳川家康は刑事の行方を知らなかったが、家康の部下より刑事が奇妙な南蛮人と話をしていたという情報を得ることができた。利家と松は早速その人物を訪ねることにしたのであった。犬千代様、刑事はいかがわしい外国人についていったようでござりまする。うん、ひとまず行ってみるか。刑事、ザビー教に入信。ザビ様、なあ、刑事いる？刑事殿は愛あるいい人。この城のどこかで祈っているのを見ましたよ。待つ、刑事いるって。ようこそザビーの庭においでます。あなたのことは決して忘れませんよ。It's no way ザビー know about Cage。私が作った傑作め、私の科学力を見せてあげましょう。肉体は滅んでも魂はザビー様と共に。持っていきなさい、夫婦円満のご利益よ。まず持っていこう。行っちゃった。刑事いるか。どうやらここにはいないようにござりまする。
away, KG! ザビー教教義第9節、金のある者には優しく、殺すなら愛で殺して、さあ遠慮なくこの胸に飛び込んでください。あなたの作家に腐ったイカを送りましたよ。ああ、あなたなら幹部になれますよ。祈ってもダメな時はダメなのです。あなたなら教祖になれますよ。これザビジョミヤジャメ100両で売ってるよ。Oh, I got hit by the bomb. Zabi Dama. Oh, Anata, I don't know. Kanashii ne. Demo, daijoubu. Zabi ga kore de ai oshiete ageru ne.ザビー教に入ったら夫婦円満か。もちろん、バラ色円満生活ザクザク。入信せずとも円満にござりまする。強いな、超たるもの。そうでなくては、とても素敵な地獄の針山が待っていますよ。いや、入れろ。二人はお幸せですか。まあ、そのようなこと、とても口には。それがしは幸せだぞ。ザビー教の刑事は天から降ってくるね。まず、刑事、空から落ちてくるって。なんと、一大事にござりまする。ザビー教教義第100節、愛は戦いを生む。帰りたくない。よっしゃー、犬千代様、しっかりなさいませ。めっちゃ上がり。ザビーの P の G は敏感の P。 よっしゃ、まず行くぞ。次だ、犬千代様。こちらでござりまする。おう、いざいざいざ。必死の捜索も虚しく、ザビー城での目撃情報を最後に刑事は行方をくらませてしまった。困り果てた利家と松のもとに聞こえてきたのは、ある一つの噂であった。犬千代様、足軽長屋より刑事が上田城で目撃されたとの噂が。上田城か、刑事の匂いがするぞ。刑事の尻拭い。真田健次郎行くの。刑事、どこだ。
前田殿、よくぞ参られた。貴殿の宣戦布告、しかと受け取ります。それがし、宣戦布告なんかしてないぞ。和子殿は何やら誤解しておられるようですな。さて、一体何を。まさか刑事が面倒を起こしたのでは。なんちゃうめん。燃える血潮で全力突撃、それが真田隊。虎の和子よ、刑事を調べた。宣告、散々殺しとで暴れはあった。待つ、刑事いたって。それがし、枕を並べて朽ちる覚悟。おい、寝てる場合じゃねえ、起きろ。俺様も忙しいっつーの。前田刑事ってあんたらの身内？困るね、ちゃんと教育してくれないと。あ、穴があったら入りとうござりまする。皆の者、燃えるのだ。城も焼き尽くすほどに。それじゃ本末転倒だ。我らが大将が活躍ぶり、おとりを聞け。頼むぜ、俺に楽させてくれよな。何をしているサスケ、熱く燃えたぎれ。無茶言うなって、旦那にかなうはずないっしょ。負けるか。うわ、内村殿は今日も燃えているぞ。燃えよ我が魂。なんという凄まじき覇気、侮れん。燃えよ我が槍、我が魂、命の限り震えよ。あちゃ、気合い入れ忘れたんじゃないの。みなぎる。人呼んでサルトビサスケ。さーて、俺様に勝てるかな。ついてくれ。あんたらが戦を仕掛けようってんなら潰すよ。忍び、刑事が迷惑かけた。ごめんな。つまらないものにござりまするの。どうぞ。あ、やっこやっこ丁寧にどうも。お前、覚悟はできているか。それで忍び、刑事どこにいる。前田刑事ならもういないよ。まあ刑事、人様にご迷惑をかけたままで。待つ、この忍び空飛んでるよ。犬千代様、それが忍びというものでござります。それがしも飛びたいな。サスケ、無理するな、引け。大さん、申し訳ねえ。真田幸村、我ここにあり。貴様の思うようにはさせん。絶走、真田幸村剣山。前田殿、何故戦を仕掛けるか。すまぬ、刑事が悪さした。まず菓子折り。まこと申し訳ござりません、いさひさしく。おお、これはかの老舗の名家。虎の和子、刑事はどんな悪さを。刑事殿は
まず名も名乗らず喧嘩を仕掛け。まあ武士の恥にござりまする。次に有無を言わさずサスケを一発ぶん殴り。なんとそのように乱暴な振る舞いを。そしてこの城内を散々荒らし回った挙句。ああ、由々しきことにござりまする。最後にそばを食してどこかに行った。刑事、人に迷惑かけちゃダメだ。刑事殿が振る舞い、まっこと許しがたき。まずは心の底より恥ずかしゅうござります。レッツゴー。見ていてくだされ親方様。それがしは前田利家。はい。親方様に挑むとは向こう見ずなことよ。お高屋様、can't help you。まだまだ熱い気持ちが足りなかったか。よっしゃ、まず行くぞ。次だ。イネチオ様、あちらでござりまする。どう、いざいざいざ。真田幸村に刑事の非礼を深く詫びた利家と松。腹を立てる二人のもとに前田家の患者である行商人より刑事の目撃情報が届けられたのであった。犬千代様、薬の行商人より南国にて刑事の姿を見かけたとの情報が。南国、刑事の匂いがするぞ。刑事を追って南国へ。ああ、来ます。よし、刑事、どこだ。松、ここはあったかくていいな。のんびりしたいところではござりまするが。おいや、目をとで旅とはええの。溶岩は体力を消耗させます。近寄らんな、賢明。島津殿、それがし人を探しているのだが。そげなことより力比べでもしていきんしゃい。よし、力比べだ。さあ、我が部隊苦戦しております。刑事いるか。どうやらここにはいないようにござりまする。敵の攻撃撃破、持ちこたえろ。敵に囲まれた、万事休すか。来てくれる。島津の魂はコンタジじゃ。コマハンが魂、わしに見せてみ。島津の兵を確認、警戒なされ。まずは一つ。コマハンのその立ち筋は、
刑事殿の立ち筋に用に似ちょる。刑事のことを知ってるのか。申し訳ありません。絶対楽勝。さあ次行くぞ。敵将も去ることながら至る所に伏兵。一筋縄には行きませぬな。 I'm sorry everyone。 これは一本取られたわな。よっしゃ、まず行くぞ。次だ。イネキオ様、あちらでござりまする。おう、いざいざいざ。島津義弘に刑事の行方を教えてもらった利家と松は、刑事を連れ帰るべく急ぎ京の都へと向かったのであった。そしてついに長い捜索の旅が終わりを告げようとしていた。犬千代様、島津殿のお話では刑事は京にいるとのこと。よし、まず行くぞ。刑事、見つけた。刑事、ファイナリー。刑事、どこだ。あ、犬千代様、あれを。うちは大吉と来たもんだ。楽しい。刑事、うわ、やべえ、逃げろ。待て。刑事、見つけたぞ。なんでトシがここにいるんだよ。犬千代様、刑事を逃がしてはなりませぬ。祭るやで。刑事、あちこちで散々ご迷惑をおかけして、捕まえたらただでは起きませんよ。そうだそうだ。なんだよ、ちょっとぐらいで怒るなよ。アリバミ、おとなしく寝とればよかったわ。あの店のあんみつうまそうだ。犬千代様、よそ見はなりませぬ。敵へ、敵さん来はったぜ。まず走ったら腹減ってきた。なんとおにぎりはここに。やられた。腰かな。わっしょいわっしょい、酒や酒持ってこい。あなたを探して各地を歩いたのですよ。犬千代様に謝りなさい。あちこち観光できてよかったよな、トシ。まあな。The lucky number 111。 あの店の最強焼きうまそうだ。犬千代様、ご飯は後にございまする。敵や、いつの間に。俺とトシの仲だろ、見逃してくれよな。刑事、それがしも松が怖いのだ。刑事、入ったら説教です。松姉ちゃんの説教長いんだよな。後ろは任せてください。大将は存分に。
祭りの邪魔者つまみだぜ。あれ、バディストーブ。ケイさん、今日もえらい可愛いしな。ゲージ、やっと追い詰めた。腹が減った。だからもう終わりだ。面白い。ここまでだ、ケージ。さあ、捕まれ。出ないとお前もそれがしも飯抜きだ。そんなに言うならやってみろよ。そういえばそれがし、いたずらされたんだった。今思い出したぞ、ケージミ。この感謝されこそする。恨まれる覚えはないさ。松姉ちゃんと旅して楽しかったんだろ。楽しかったな。まあ、命をさまったら。今日のご飯は命をさまのお好きなものを。よし、それがし頑張るぞ。ケージ、松を怒らせたらどうなるか分かるか。分かってるさ。あの世行きより怖い説教地獄、なおさら捕まるわけにはいかねえんだよ。OK、wait for dialogue。 松だ。今日は大安、気がいいね。よっしゃ。刑事、強くなったな。年こそ。お後がよろしい。ま、松、やべえ。うわっ、松、Okay, I think that's it for today. Thank you for watching. Don't forget to subscribe me for video, and you can support me on Patreon. Thank you. See ya.